須尾美琴役の和田正成です。僕は前回の第2章から、引き続き2回目、今回刑事隊は3回目になるんですけど、自分自身は2回目の、須尾美琴を演じさせていただきます。そうですね、やはり、まあ、須尾美琴といえば綺麗な赤ということで、今回も皆様に何よりも綺麗な赤を見せられるように努めていきますので、ぜひ劇場にお越しくださいませ。そうですね、今回はあのロストスモールワールドということで、まあ、八田と伏見があの中心のお話になると思うんですけど、やっぱり小説と、まあ、もちろんあの漫画にもなってるんですけど、なんかアニメにはまだなっていないので、やっぱ自分たちがこう、まあ、一から作り上げていくっていう感じではすごく自分たちも楽しみにしてて、まあ、上ちゃんとあと新太が、まあ、ダブル座長ということで、自分たちがですね、まあ、みこととしてもそうですけど、まあ、役者個人としてもしっかり2人を支えられるように、ホムラとして、みこととして、2人を支えていけたらなと思っております。お前ら燃やす、劇場でお待ちしております。はい、草薙相撲役をやります、てるみと申します。今回舞台の K、に出演が決まりまして、もう本当に嬉しく思っています。大人気の、作品ですし、役柄もすごい、面白い役柄をやらせていただけるということになりましたので、本当に、楽しく演じてい、きたいなと思ってます。で、草薙相撲役をやるにあたってですね、重要なポイントが一つ、やっぱり京都弁、これだと思うんですけど、僕も本当奇跡だと思うんですけど、大阪人なんです。だからもう演じるにあたって、あ、これもう俺のためにある役だって思ったぐらいなので、ぜひ自分なりに、このね、 K の草薙出雲を演じたいと思ってますし、まあこれシリーズで続いてる、作品ですので、以前も出られている方もいらっしゃいますので、そういう方々に K の世界観をしっかり聞いて自分でも体現したいと思っています。それでは皆さん、ぜひ劇場へ足をお運びください。お待ちしてます。ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。戸塚たたら役の前山隆久です。原作のアニメを見て、この戸塚たたらにすごく惹かれていたので、今回演じることができて本当に嬉しいです。ホムラの癒しとして見てる皆さんを心から癒すことができたらなと思っております。今日衣装そしてメイクをしてみて、相当なんだろうな、似合ってるかどうか自分で言うのもなんですけど、ハマってるんじゃないかなと。戸塚たたらって自分自身にすごく近い存在だなと思って、なんだろう、無理せず演じれるというか、自分の等身大で演じれると思います。今まで、ね、1作目2作目とありましたが、翻訳で演じるのは僕が初めてということで、僕なりの戸塚たたらを作っていきたいと思います。ぜひ劇場に遊びに来てください。バイバイ。どうもこんにちは、鎌本力夫役の松崎豊です。どうも。今年で3年目になりました。 K の季節がやってまいりましたね。夏といえば K、慶はもう夏の風物詩でございます。私3回目となりまして、他のキャストはね、2回、1回っていう方いらっしゃるんですが、もう全ての慶を知っている慶の重鎮としましてはですね、この稽古場から本番まで皆さんを温かい目で見守っていい作品にしていきたいなと思っております。今回は最新作で、ロストスモールワールドという形で、八田と伏見の主人公というそのストーリーを描くんですけれど も我々は全力で、ホムラとして、彼らの神輿を担いでいきたいと思いますので、楽しみにしていてください。きっといろんな演出が待っていると思います。では劇場で待ってます。楽しみにしててね。じゃあねー。クシナンナ役の磯部佳林です。今回去年に引き続き K に出演できて本当に嬉しいです。去年からの引き続きのキャストもいたり、新しいキャストもいて、また新しい系を作れるのが本当に楽しみです。今年もこのアンナちゃんの可愛い衣装を着れてすごいワクワクしてます。
新生ホムラも楽しみにしててください。それでは皆さん、劇場でお待ちしております。バイバーイ。